安倍昭恵さんは午前9時ごろ、長門市にある安倍家の墓所を訪れ、墓前で行われた読経に合わせ冥福を祈りました。安倍元総理はおととし7月8日、参議院選挙の応援演説に訪れた奈良市の近鉄大和西大寺駅前で手製の銃で撃たれ亡くなり、山上徹也被告が殺人などの罪に問われています。安倍元総理の遺骨は去年7月に父安倍晋太郎さんらが眠る長門市湯屋の安倍家の墓所に納められました。墓所には参拝期に合わせ記帳所が設けられていて、支援者らが朝早くから墓を訪れ手を合わせる姿も見られました。本当に大事氏が一番本当に無念があるとは思うんですけど、私たちもとっても本当にもう寂しい気持ちと無念さとでいっぱいです。はい、参拝期となった今日は安倍家の菩提寺である長門市の長安寺で県選出の国会議員や村岡知事らも参列して法要も営まれました。このあと長門市内のホテルでは安倍派に所属していた国会議員などが参加して忍ぶ会が開かれました。出席した国会議員によると昭恵さんは志をしっかり継いでほしいと話したということです。銃撃事件から2年、山上被告をめぐる裁判は公判前整理手続きが続いていて、まだ初公判の日程が決まっていません。